皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。国民的スターが夫であり、一躍時の人となったモデルの娘がいる歌手の工藤静香さん。これほど恵まれた生活を送る人は数えるほどしかいないと言っても過言ではないでしょう。今回は、改めて工藤静香さんの私生活や近況に迫ってみたいと思います。まずは、工藤静香さんのプロフィールを見ていきましょう。工藤静香さんは本名を木村静香と言い、1970年4月14日生まれ、東京都羽村市の出身です。歌手に女優、デザイナーに画家と多彩な活躍を見せる工藤静香さん。幼少期から芸能界に興味があったのか、小学生の頃に劇団に所属していました。中学2年生だった1984年には第3回ミス・セブンティーンコンテストに出場しています。18万325人という歴代最多数の応募者がいる中で、工藤静香さんは特別賞を受賞しました。工藤静香さんは同じコンテストに出場していた木村亜希さん、柴田邦子さんとセブンティーンクラブを結成するも、2枚のシングルのみで解散してしまいます。工藤静香さんの人生の転機となったのが1986年5月のことでした。高校進学後に事務所に勧められ、夕焼けにゃんにゃんのオーディションコーナーに出演すると見事合格します。おにゃんこクラブ会員番号38番として活動するようになりました。1987年5月から派生ユニット後ろ髪引かれ隊としても活動するなど、人気と知名度を高めていった工藤静香さん。おにゃんこクラブ解散後はソロ歌手として大成功し、アイドル四天王と呼ばれるほど高い人気を獲得してきました。女優やデザイナー、画家としても活躍する一方、国民的スターの木村拓哉さんと結婚するなど、公私ともに国民の注目の的となっています。最近の工藤静香さんといえば、次女でモデルの Kouki さんの母という印象が強いという方も多いのではないでしょうか。では工藤静香さんのご両親は一体どんな人だったのでしょうか。工藤静香さんの父親はヤクザという噂があり、気になっている方も多いようです。しかしこの情報はデマということが分かりました。なぜこのような噂が流れたかというと、工藤静香さんといえば夫の木村拓哉さんと共にサーフィンを趣味としていることは有名です。そのサーフィン仲間に酒井紀子さんがいました。工藤静香さんと酒井紀子さんはとても仲が良い友人関係だと以前テレビで話していたことがあります。酒井紀子さんの父親は暴力団関係者と言われているため、工藤静香さんの父親もヤクザなのではという噂が立ってしまったようです。それでは工藤静香さんの父親の職業は何なのでしょうか。工藤静香さんの父の名前は工藤寛七さんと言います。青森県出身の板前で、津軽という小料理屋を経営していたようです。工藤静香さんの影響を受けて油絵を描くようになったそうで、青森県立郷土館で個展を開いたこともありました。1996年の二課展では見事入賞しています。親子揃っての入賞は話題となりましたので、覚えている方もいるかもしれません。そんな工藤寛七さんですが、2005年に虚血性心不全のため亡くなってしまいました。享年62でした。工藤静香さんは2000年に木村拓哉さんと結婚して、父親に孫の顔も見せることができたそうです。工藤静香さんの母は工藤武子さんと言います。ラベンダー畑で有名な北海道富良野市の出身です。なんと母親の武子さんは13人兄弟の末っ子なのだそうです。自然豊かな地で大家族に囲まれて育ったのでしょう。今でも母親の実家から北海道の美味しいものを送ってもらうというから羨ましい限りです。母親の武子さんは美容師として働いていました。しかし結婚を機に夫の寛七さんが営む小料理屋を手伝うようになったそうです。このことからも工藤静香さんの両親はとても仲が良かったのではないでしょうか。そんな工藤武子さんですが、以前子宮がんを患っています。時期やステージは分かりませんが、5年もの間闘病生活を送っていたといいます。工藤静香さんが母親に病気を告げ、手術を勧めたというので、父親が他界した後だったのかもしれません。手術後は工藤静香さんも献身的にサポートされたそうで、病を乗り越えることができました。
工藤静香さんは2018年11月29日のインスタグラムのストーリーで母とのツーショットを披露しています。その美しい姿に称賛の声が多数寄せられました。雰囲気は工藤静香さんそのもので、垂れ目の感じもよく似ています。工藤静香さんの美貌は母親譲りだったようです。清純派のメンバーが多かったおにゃんこクラブ、そんな中で工藤静香さんはバイクが好きなことを公言するなど、ヤンキーキャラとして人気になりました。確かに当時工藤静香さんのファンはヤンキーっぽい人が多いようです。そんな工藤静香さんには2歳年上の兄がいました。兄がヤンキーだったそうなので、工藤静香さんがヤンキーキャラになったのはその影響なのでしょう。そんな工藤静香さんの兄ですが、すでに他界しています。工藤静香さんが中学生の頃に交通事故のために亡くなっています。兄の事故の詳細は不明ですが、バイク絡みの事故だったようです。事故の詳細については諸説ありますが、バイクに巻き込まれたもらい事故の可能性が高そうです。理由としては、工藤静香さんの兄は当時まだ中学生だったということで、自らがバイクを運転していたとは考えにくいからです。ただ実際はどうだったのかは定かではありません。工藤静香さんと兄は子供の頃一緒に川で遊ぶなど、とても仲が良かったそうです。いつも兄と遊んでいたため、女の子がするような遊びはほとんどした記憶がないのだそうです。それくらいお兄ちゃん子だったのでしょう。工藤静香さんはインスタグラムで以下のように語っていることから、兄が亡くなったことがいかにショックだったかよくわかります。兄が亡くなった時は同級生から見てもかなり落ち込んでいる様子だったといいます。時間の経過と最愛の家族に囲まれたことで徐々に立ち直ることができたのかもしれません。家族を大切にする気持ちはきっと人一倍強いのではないでしょうか。父親が青森県出身だった工藤静香さん、そのため工藤静香さんも青森県で暮らしていた時期があるそうです。その後東京都羽村市に引っ越したようで、工藤静香さんは羽村市立栄小学校と羽村市立羽村第二中学校に通っていました。工藤静香さんは出身が東京都となっているので、青森県で暮らした時期はかなり短かったのでしょう。ただ工藤静香さんの実家は東京都羽村市ではなく中目黒にあると言われています。ちなみに中目黒の家は1990年頃に工藤静香さんが両親にプレゼントしたもので、工藤静香さんもこの家で両親と共に暮らしていたようです。木村拓哉さんと結婚した当初も実家と同じ敷地内にある家で暮らしていたと言われています。結婚当初の木村拓哉さんはマスオさん状態だったということになります。木村拓哉さんと工藤静香さんは次女のコウキさんが生まれた2003年に中目黒に土地を購入しました。およそ4年をかけて約10億円という豪邸を建設し、現在はそちらで生活しています。普通の人なら家を1軒建てるだけでも大変なのに2軒も建ててしまうとは、さすが大ヒット歌手なだけあります。そんな木村拓哉さんと工藤静香さん、電撃離婚するのではないかと噂になっているようです。木村拓哉さんが自身のインスタグラムを更新し最新ショットを披露したといいます。木村拓哉さんは本日は3月3日7465歩の33の帰り道に桃の花をピースステイセーフと綴り、美しい桃の花を持った最新ショットをアップしました。またストーリーズには愛犬を散歩させながら花屋で購入したと思われる桃の花を手にした写真を投稿しており、奥様の工藤静香へのプレゼントなのかもしれないとのことを綴っていました。木村拓哉さんと工藤静香さんといえば、2022年末の NHK 紅白歌合戦で工藤静香さんが元彼である YOSHIKI さんと共演し、さらにその後 YOSHIKI さんが現在も工藤静香さんとつながっていることを動画サイトで暴露したことで電撃離婚説が浮上しました。そんな中フライデーが工藤静香さんに直撃取材を行ったとの記事を掲載したのですが、記事によると電撃離婚発表について聞かれた工藤静香さんはブーと吹き出し一生に伏していたといい、芸能界を代表するおしどり夫婦として知られる2人だが、どうやら家庭は円満のようだとエンタナビが報じているそうです。そんな工藤静香さんに今度はなんと薬中薬物で逮捕リストに載っている疑惑があるといいます。
一体なぜそのような疑惑が出たのでしょうか。その原因となるのが激痩せと急激な劣化の2つだと言われています。工藤静香さんは木村拓哉さんと結婚後仕事をセーブしていましたが、2014年に久しぶりにテレビに登場した工藤静香さん自身の激痩せや急激な劣化が大きな話題となりました。この時の工藤静香さんは以前に比べかなり痩せており、顔色も異様なまでに浅黒く、肌や髪の毛もパサパサでした。また笑った際に浮き出た目元や首筋のシワには、老けすぎだろ、おばあちゃんみたいといったコメントが殺到しました。確かに顔の脂肪がなくシワが目立ち痩せている印象を受けました。この時工藤静香さんは44歳ですから、年齢が顕著に顔に出たのでしょうか。しかし一部では薬物使用による影響なのではないかというような噂がささやかれるようになってしまいました。別の噂として工藤静香さんの激痩せや急激な劣化は病気で薬物療法をしているのではないかや、スマップ解散の元凶とされてしまったことのストレスではないかなど様々言われていました。真相は分かりませんが、薬物使用ではないことを願うばかりです。工藤静香さんが逮捕リストに載ってしまう原因となったのが、2009年に覚醒剤取締法違反で逮捕された自称プロサーファーの高相雄一さんでした。当時は高相雄一さんの妻で女優の酒井紀子さんも同じく覚醒剤取締法違反で逮捕され、とても話題になりました。そんな高相容疑者と工藤静香さんはなんと元恋人だというのです。こうして工藤静香さんにも疑いの目が向けられるようになりました。逮捕された際の高相雄一さんは、サーフィンを通して薬物を知ったと自供したそうです。同じくサーフィンを趣味にしていた元恋人で、当時も家族ぐるみで付き合いがあったとされる人物として工藤静香さんの名前が浮上していたようです。またなぜ工藤静香さんが逮捕されないのかということについては、旧ジャニーズ事務所副社長のメリー北川氏が関与していたという噂がありますが、真偽不明です。そもそも工藤静香さんに薬物疑惑があるということについても証拠は一切ありません。いかがだったでしょうか。今回は工藤静香さんの私生活について深掘りしてきました。工藤静香さんに語られていることはもちろん全て憶測の息を出ない噂レベルの話です。しかし全てが噂だけではないかもしれません。また人気者同士の夫婦であるがゆえに、常に離婚問題と結びつけられてしまうようです。今のところ噂はあっても事実ではないようですので、おしどり夫婦は健在といったところでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。